皆さん、こんにちは。ルイーズのタケでございます。おれれ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 れ早くやりたくてね、しょうがなかったんですよ。はい、落合さん出てきました。落合さんね、今日はですね、スカウトでこのエキサイティングプレイヤー登場記念プレゼントスカウト、これ1回無料っていうのがね引けるんですよ。これねぜひやりたいなと思ってます。でその前に、いつも通りにですねエナジーちょうだいと、エナジーちょうだいと、はい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 、156エナジーでございました。ありがとうございます。で、早速スカウトの方いきますよ。これね今回まあロッテ藤原選手ね、であと田中選手ですよ、楽天。そして今回私が取りたいなと思っているのはこちら、岡本和真選手。岡本選手が欲しい、 S いない。でうちのチームですね、本当に最近弱くなっちゃったので、急務なんですよ。強くしないといけないという急務、はい、そういった形でねやってますけどね。これ自チームね、これエキサイティングのこっちの方ね、これ、6回目自チーム、S 確定ということで岡本和真選手狙いなんで、まあこれはあんまりやりたくないけど、こういうことはでもしょうがない。巨人に変えました、はい、巨人に変えました。最高最高サーフォー、はい、皆さん行きます。で、引かさせていただきます。無料無料ですよ。さこいさこい、元気だまー、ねねねねね、あー、はい、こっちはいはい、やっべ、何も言わない、何にも言わない。あー、すぐ話しちゃった。リリースだったのに、リリースってできなかった。上に上がって、上に上がって、光ったらすごい。あ、光らない、使わなかった。さあどう、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 いやスルーか、これ、うわスルーじゃん、ドーン、高橋光成選手、高橋光成選手、ありがとうございます。 S ランクありがとうございます。これ S、 え、これ S1 枚は確定か今。あー、高橋選手でしたね。まあいいでしょう、いいでしょう、ここからが本番ですよ。ここからが本番、エキサイティングいきます、いきます。これでいいでね、いいでね、よっしゃ行こう、はい、行こう。田中選手も欲しいんだよ、本当は田中選手も欲しいんだよ。ピッチャー投手、よっしゃ、よし、リリース、小さいリリース。いやー、ちょっと上上がるでしょ、上上がるでしょ。高橋選手、上田選手、ね、リチャード、リチャード、リチャール、リチャール。あー、高橋光成選手、ありがとうございます。やった、やった。あー、千賀選手引いた。やった、ありがとうございます。ありがとうございます。いいね、いいね。じゃ続きまして、もう一丁。はい、ゴー、はい、ゴー、はい、ゴー、はい、ゴー。出ろよ、おかしいじゃないか、さっきから月出ないじゃないか、全然おかしいじゃないか。最高リリース、小さいリリース、当たっていいんだよ、当たっていいんだよ。あ、上上がんない、やばいやばい、本当は6回目までやりたくない。やばいやばい、不正率、やばいやばい、あ、やばい。松本選手、西武の選手が続きますね。さあ行こう、もう一度行こう、ほいほい、スキープッシュ、普通だな、普通だな。さあどうする、さあどうする、さあどうする、行くんじゃないこれ、リリース、リリース。あー、卓球手がいた。3回目だからね、ここで、ここで岡本選手か田中選手、岡本選手だったら最高、そしたら自チームも
やってみたいな。よし、ロメロだ。ロメロの次、ロメロの次から、ロメロからの岡本和真。ああ、栗林選手だ。いいピッチャーだよ、栗林選手だよ。俺何枚ゲスラグ持ってるって、持ってないかニューだな。よし、いいじゃない、いいと思うよ、いいと思うよ。よし、さあ4回目行こう、4回目行こう。4回目、何もない、何もない。おいしょー、エスラングくらいだ、エスラングくらいだ。レインボーいいんじゃない、レインボー来るんじゃない、これだってエスラング確定だもん。リリース、リリース、リリース、いっちゃうね。あ、誰が出るんだろう、本当楽しみ。誰だろう、年俸1億円以上の選手がいい。よし、一発目ドーン。近本ちゃん、ニューだ。でも続々と、これ近本選手だよ、東京ガス。本当にいい選手、さすが東京ガス。今井選手、いやー、近本選手良かったな。でも阪神の選手を最近よく引きますね、僕は。やっぱり阪神応援のね、動画も作ったからですかね。おーっとー、流れ星、流れ星付きブッシュ。頼む、頼むよ。さあ、レレ来たでしょ、みんなレレ来たよね、レレ来たよね。はい、来ました、来ました、来ました、レレレインボー、レインボー。よし、ゴーゴーゴーだよ、これ。当たっちゃえ、当たらない、これダメだ。エス誰だ、誰引くんだ、誰引くんだ、甲斐選手、誰引くんだ。よし、ドン、高橋優輝選手。またニューだよ、でもニューばっかりだな。青柳選手、伊藤選手、くっそー。6回目までやってまいりました、皆様、ここで、岡本選手を頂戴したいなと思います。どうか、でも岡本選手と田中選手の2枚引きっていう可能性もね、あるからね、あるよ。次プッシュ、レッツゴー、レッツゴー、サンキュー、レッツゴー、サンキュー、レッツゴー、サンキュー、レッツゴー、リリース。おら、元気玉いくぜ。おらららら、バーン。あ、ちなみに今日うちのサンキューという犬がいるんですけどね、目の前にそこに座ってるんだけど、ものすごい怖がってる、僕の声に。目の前に座ってますけどね。サンキューの動画もありますから見てください。どうしよう。ああ、岡本さん、こういう引き方か。岡本さん、ありがとうございます。岡本さん、どうもありがとうございます。皆さん本当にどうもありがとうございます。岡本さんでも超アーティストがついてるからね。もうバットに当たればこんな感じでいくんだよ、こんな感じで。いやー、ちなみに皆さんはどうでしたでしょうか。結果ね、続々とあの動画でもツイッターでも上がってますけどね、みんないい選手聞いてるよ。はい、ということで、エキサイティングプレイヤー第2弾ですね、引いてみました。私は岡本和真選手で、岡本選手は、A ランク5枚持ってますから、もう極みで、もう即スタメンで、なんとかリーグをですね、また覇王に向けて頑張りたいと思ってますので、ね、はい、ということで皆さん、今日はここまででございます。最後まで見ていただいてどうもありがとうございます。また次回お会いしましょう。では皆さん、さようなら、ありがとうございました。いやー、どうでしたかね。サンキュー映ってなかったんだよ。映ってて全然いいだろう、演者だからね。いやー、でも岡本の選手も普通だったな。まあでも引けたから良かった、良かった。だいぶチームは強くなったと思います。はい。